はい、ゼイチネンです。今回はですね、沖縄県の本島内でね、おすすめのビーチっていうのをランキング形式でね、5つ紹介していきましょうね。沖縄県内にはね、人工のビーチから、まあ、天然のビーチ、自然のビーチですね、までね、150以上のね、ビーチが存在するんですけれども、まあ、約ね、100箇所以上のね、ビーチを僕は遊びに行ったりとか、見に行ったりとかね、回ってきました。まあ、その中でね、ぜひね、みんなにね、ここは行ってほしいやつさっていうビーチをね、今回5つ用意して紹介していこうっていう動画になります。ランキングっていうとね、水平線の景観とか透明度とかね、砂のサラサラ具合とかいろんなね基準があると思うんですけど、今回は純粋にね、僕が100箇所以上回って綺麗で感動したやつさとか、これをみんなに絶対見せたいやつさってね、直感で思った、まあ、僕なりのねランキングになってます。まあ、とはいえね、100箇所以上回ってるんで、まあ、うちなんちが行ってもね、綺麗ってね感動できるようなビーチを紹介していきますので、ぜひ最後までね楽しんで見ていってほしいなと思います。それではね、紹介していきたいと思います。まずね、第5位から紹介していきましょうね。第5位はね、瀬底島にあるアンチハマビーチです。瀬底島っていうのはね、沖縄本島北部に位置する那覇空港からね、約2時間ぐらいですかね、かけていく車で行ける離島になります。まあ、その離島にね、かかる橋、瀬底橋っていうのがあるんですけれども、その下にね、広がっているビーチが今回紹介するアンチハマビーチになります。まあ、ここのねビーチの特徴っていうのは、浅瀬でのシュノーケリングと、あと橋をね中心にね、左右で全然違うビーチになるよというところですね。まあ、見ていただいて分かるようにね、透明度はもう抜群で、綺麗なねエメラルドグリーンの海っていうのはね、さすが離島の見やすさって感じで、もちろんすごいんですけどね、ここではね、ぜひね浅瀬でのシュノーケリングを楽しんでほしいなと思います。というのはね、ここアンチハマビーチっていうのは遠浅になっていて、この浅瀬手前のところですね、の中にねサンゴがいっぱい生息しています。でそこに集まってくる魚たちをね、プカプカ浮かびながら見れるシュノーケリングっていうのはデージ最高なんですよね。で子供たちもね簡単に楽しめますから、すごいいいんですよ。でそしてね、この浅瀬がこれだけ広範囲に広がっているっていうのも特徴的なんですよね。でさっき映ってたようにね、結構遠くに行っても大人の腰ぐらいまでしかね高さがないですからね。だから時間を忘れてね浮いていても全然楽しめるはずです。ただね、ちょっと注意なのは防護ネットとかがなくてね、しかも関心の人とかもいないんですよ。なので、まあ、自然のビーチだとこういうことよくあるんですけれども、その中でこの浅瀬でねプカプカ浮かんでね、シュノーケリングしてると沖の方にね流されていっちゃうっていうこともあるので、そこは危険なのでね気をつけてくださいね。子供たちとかもね夢中になりすぎてどんどん奥の方に気づいたら行ってたっていうことありますからね。はい、で沖の方に行くとやっぱ元部へのね船が走ってたりとか、あとマリンスポーツのねジェットスキーがあるじゃないですか。あれが走ってたり通ってたりとかすると波が急に高くなりますからね。だからその時に危険なので、まあ、そこは気をつけた方がいいかなと思いますね。ただね、浅瀬でのシュノーケリングであれば県内1位だと思いますんでね、ぜひここで楽しんでほしいなと思います。そしてね、ここからはね2つ目のポイントになるね、橋を中心に左右全然違うビーチになるよっていうところなんですけれども、さっきあったビーチのところっていうのは浅瀬でねプカプカ浮いてねシュノーケリングできるっていうことだったんですが、ここからはね結構深くなります。でね、景観も違っててね、なんか田舎のね島独特のね景観が、水平線がなくてね見れてくるっていうのが特徴ですね。まあ、右側にも見えてますけれどもね、地元の人たちがね橋の先からね飛び込みしたりとかしてるようなね風景を見れたりとか、もちろんね、まあ、自己責任ですけどね、自分も飛んでみても楽しいかなと思いますね。はい、まあ、橋の下にね影ができてるので、そこからねこういう眺めを見てゆっくり過ごすっていうのもおすすめできますよ。そんなね瀬底島にあるアンチハマビーチね、ぜひね気になった方は行ってみてください。で最後にね、忘れてはいけないのはね、瀬底大橋の上から見る景色ですね。これは最高の絶景なんでね、ぜひ忘れずに橋の上ね歩いていけるんで見てみてくださいね。はい、続いてはね第4位ですね。第4位はね伊計島にある大泊ビーチです。伊計島っていうのはね、那覇空港から約1時間半ぐらいでね、着く、うるま市の海中道路を通っていく、まあ、こちらもね、車で行ける離島になります。偏座島、浜比嘉島、宮城島っていうのがあるんですけれども、その一番奥のね、島が伊計島になりますね。
で池井島っていうとね、あの池井ビーチを思い浮かべる人デイジ多いと思うんですけれども、そのね池井島を過ぎてもっともっと奥にあるねビーチが今回紹介する大泊ビーチです。まあ、サトウキビ畑の、ね、中を、ね、進んでいくんでね、あのこのとこ本当にビーチあるばって、ね、なると思うんですけれども、その奥にねデジ綺麗な海が広がってますからね、はい、でここの、ね、特徴っていうのはね、あの深さのあるシュノーケリングができるよっていうところと、あと 600m の、ね、あの砂浜が続く自然のまのまのビーチっていうことですね。でさっきね紹介したアンチハマビーチでもシュノーケリングあの紹介しましたよね。じゃあね何が違うのっていうとね、あのアンチハマビーチっていうのは広範囲に広がる浅瀬でぷかぷか浮かぶシュノーケリングがおすすめでしたよね。でもこの大泊ビーチは逆に深さのあるシュノーケリングができるっていうのがおすすめなんですよ。まあ、普通ね深いところでのシュノーケリングっていうのはね沖まで行かないとできないので、まあ、結構危険なことも多いんですよね。だから初心者の人とかにはまあ絶対おすすめできないんですよ。でもこの大泊ビーチは特徴的な地形していて、少し行くとねすぐに深くなって、満潮時だとね3メーターぐらいで、干潮時でもね2メーターぐらいある深さになるんでね、あの砂浜近くの海で深さのあるシュノーケリングが楽しめる珍しいビーチなんですよね。しかもですよ、ここっていうのはあの砂浜から近いっていうこともあって、ちゃんとね防護ネットが張られていて、年中ね監視員が見守ってくれてるっていうね、深い場所なのに安心安全なシュノーケリングができるっていうのが大泊ビーチなんですよ。だから知る人ぞ知るシュノーケリングスポットって言われてるね、まあそういうところで、こんなところはね県内で大泊ビーチぐらいです。そして特にねおすすめなのがあの冬のシュノーケリングですね。まあ、あの冬っていうのはねダイビングするときも、まあ、海水温が下がって、ね、デジ綺麗に見えるよっていうのがあるんですけれども、これはねシュノーケリングでももちろん一緒ですよね。でそこにね年中関心がちゃんとついてますから、少しね不安に思ってる人もねぜひね冬の綺麗な海ね潜ってみてほしいなと思います。まあ、夏のね海とは全然違うね景色が味わえると思いますよ。でもう一つのポイントっていうのが 600m 以上続くねこの砂浜と、あとね壮大なこの景色ですよね。まあ、広いビーチっていうのはね沖縄県内でもまあ結構あるんですけどね、自然の中でこれだけ広いビーチっていうのがまあ珍しいんですよね。海と反対側の方がね森になっていて、その中にねこれだけ広いビーチがあって、しかも透明度も高くてね、まあ、まさにねあの島の中の風景っていう感じでね、ゆったり過ごせるっていうのもねもう一つのポイントですね。まあ、この大泊ビーチね、まあ、シュノーケリングやりたいよっていう人はね、まあ、もちろんですけれども、まあ、ゆっくりね島の雰囲気味わいたいよっていう人もおすすめですので、ぜひねまだ行ったことない人は行ってみてほしいなと思います。はい、続いてはね3位ですね。3位は南城市にある百名ビーチです。ここはね那覇空港から車で約1時間くらいかかるところにあるビーチなんですけれども、まあ、南城市っていうとねあのセーファーウタキとか、あとあの沖縄ワールドとかね、あの大島の天ぷらとかも有名ですよね。まあ、そのね大島近くにあるミーバルビーチっていうビーチがあるんですけれども、まあ、ここはねマリンスポーツもできて管理施設もあってね有名なところなんでね、行ったことある人も多いと思うんですが、そのミーバルビーチの隣につながってるビーチっていうのが百名ビーチなんですよね。まあ、一応ね岩場挟んでるんでね、まあ、つながってるっていうか見えないんですけれども、その隣にあるんですが、まあ、特にね管理もされてないし駐車場もないビーチなんでね、あのあんまりね知られてなくて、あの人もいないんですけど、ここはデイジおすすめなんです。じゃあねなんでねこの百名ビーチがおすすめかっていう特徴なんですけどね、それはねあのまず見ての通りね水平線に障害物が一切ないですよね。まあ、それをね眺めていると空と海と砂だけっていうね自然の美しさを感じられるんですね。まあ、それとねあと東海岸ならではの雰囲気やあの景色が味わえるっていうビーチっていうことですね。これが特徴になります。まあ、ここはね隣のミーバルビーチがねマリンスポーツでまあ遊べたりとか観光客も人気なんでね、あの結構ね隣は騒がしいんですけど、この百名ビーチにはね全然人がいないんですよ。だからねこの静かな時間を存分に楽しめるっていうことなんですよね。でまあ実際にね行ってみると感じると思うんですが、本当にね静かな時間が流れてますよ。だから、ね、あのまあ、普通ねうちなんちもそうなんですけど、よく行くビーチってね58号線沿いの西海岸側が多いじゃないですか。いや茶壇とかね読谷とか、まあ、女村とか、まあ、名護とかもそうですよね。あのでもねこのね百名ビーチっていうのはね東海岸反対側の海なんですよね。なので結構ね景色も雰囲気も全然違うんですよ。
まあ、人工物がね多くなかったりとかリゾートっぽくなかったりね、あのどっちかっていうとね赤瓦屋根のね古民家がね裏手とかにあってね、あのアメリカ時代より前のね沖縄とか琉球の時代の中にいるような感じなんですよね。まあ、ゆったりした時間っていうんですかね、まあ、そういうのが流れてる感じなんです。まあ、琉球のね歴史でもこの百名ビーチっていうのはね女神の天海清がね最初に久高島から渡ってきた場所っていうことで地元のね聖地としてもねまあ、なってるんですけれども、まあ、昔のねうちなんちもね多分この雰囲気やね景色を見てね神秘的な感覚が多分あったんでしょうね。まあこの広いね砂浜で何にもない水平線ボート流れてるだけでもね、まあ、デイジー癒される感覚がありますからね。なのでパリピなね西海岸リゾートじゃない雰囲気が好きな人にとってはね本当デイジーいいと思います。まあ、そしてね最後にね僕のねおすすめっていうのをね楽しみ方っていうのをお伝えしたいんですけれども、それがね夜の百名ビーチなんですよね。まあサンセット、夕日はね58号線沿いの西海岸デイジー綺麗でね有名なんですけれども、月とかね星空見るっていうのは断然ねこの東海岸側だと僕は思ってます。まあ、周りにね明かりがないから綺麗に見えるっていうのはあると思うんですけれどもね、特にねこの百名ビーチの満月の日ですね、それが一番のおすすめです。満月の時っていうのは、まあ、この東海岸があって結構月がね大きく見えるんですよね。でそこにねこの百名ビーチのこの広さと海を、あと水平線に何にもないんでね、ほんと月の光がね照らされると海がね全部見えるんですよね。これがデイジー絶景なんですよ。あとねそれをまあ見ながらね波の音を聞きながら過ごすっていう時間はね本当に最高ですんでね、ぜひ昼の百名ビーチもいっぱい楽しめますけど、夜の百名ビーチね行ってほしいなと思います。はい、そしてね今度はね第2位ですね。はい、第2位はですね恩納村にあるザネン浜です。ビーチ51とも呼ばれてますよね。まあ見てくださいこの景色ね、まあ、ほんとやばいですよね。実際ねここに立つとね壮大な景色にね感動して言葉をね失う感じになりますよ。ほんと絶対ね人生で一回見ておいてほしいなって思うね沖縄スポットの一つなんですけれども、ここ恩納村ねといってもですね読谷村寄りの青の洞窟で有名なね前田岬近くにあるビーチなんですよね。なので恩納村ってねどっちかっていうと縦に長くてね那覇からもデイジー遠いイメージあると思うんですけれども、ザネン浜はね那覇空港から1時間ちょっとで着きますね。で今立ってるところっていうのは崖の上からの景色で、このね下の方っていうのがねビーチになってるんですよね。でここの特徴としてはね、もうまあねさっき見ていただいた時この崖の上からの絶景と、あとねビーチはね崖に囲まれているので開放感というよりもねもうちょっと違う感じで天然のプールみたいなね感覚になるところが非常に特徴的です。まずね崖の上なんですけれども、さっきも見てもらった通りねもう本当にね最高でね、こんなね近くでエメラルドグリーンの海をね上から見下ろすと透明度の高さっていうのが分かってねデイジー感動できるんですよね。はい、まあ、ここはねマジでやばいです。だから泳がなくてもここだけ行ってほしいなと思いますね。で一つ注意なのはね、まあ、柵とかがないんでねちゃんと安全に見てくださいね。でそしてね今見ている下の天然のビーチなんですけれども、まあ、もちろんねここっていうのは防護ネットはないし、あと管理施設もありません。まあ、もっと言うとね駐車場もないのでね近くの前田岬公園の駐車場に停めてね歩かないといけないんですよね。でまたここまで来るのにもね看板や標識もない上にね入る場所もデイジーは来にくいんでね、まずフラッと来てねたどり着くっていうことはできないんですよ。まあ、そんな感じなんでねガイドブックとかにもまあ乗らないし、地元の人にもねあまり知られてない、まあ、知る人ぞ知る穴場スポットのようなビーチなんですよね。一応ねその辺りの詳しい道順とかね、あともう一つの動画でね紹介してますので、ぜひね行く際には参考にしてほしいなと思います。そしてね僕がね思うねザネン浜の一番いいところっていうのはね、この天然のビーチではね珍しく後ろがすぐ崖なのでね日陰ができるんですよ。だから夏のね天然ビーチとかって日陰がないんでデイジー暑すぎるじゃないですか。で小さい子供とね一緒だとねもう長時間とかね全然入れないですよね。でもねここはね広い範囲で日陰になるので、ね、むしろ涼しいぐらいなんですよ。これはねデイジー大きなポイントだと思うんですよね。まあ、ただね思った以上に狭いビーチなんで、まあ、人がいっぱいいるときはね日陰の場所はもう取られちゃってるかもしれないんですけども、まあ、ほとんどの、ね、人っていうのはねここの場所知らないんで、ね、大丈夫だと思うんですね。はい、まあ、あとね砂なんですけれども人があまりいないからなのかね、ほんとサラサラで綺麗な砂浜です。
まあ、ここは、ね、県内でも、ね、トップクラスなのは間違いないですね、このスッキレーサは。まあ、そしてねもちろん透明度も抜群なので、このエメラルドグリーンのね海の中を泳ぐのも最高ですし、それじゃなくてねあの日陰のあの砂浜からね眺めているだけでも楽しめてね、もう本当特別なねビーチなんですよね。今回のこのザネン浜のね動画を見てね、こんな綺麗なスポットあったばってね思った人いっぱいいますよね。まだ行ったことないうちランチもそうだと思うんですよ。だからぜひねあの秘境のようなこのザネン浜一度は行ってみてほしいなと思います。もうほんとね感動しますよ。はい、それではねいよいよ第1位の発表ですね。あの僕がねあの100カ所以上のね県内のビーチを回ってきた中で一番おすすめできるっていうのがこの赤バカビーチですね。佐田浜ビーチとも呼ばれてますけれども、あの今帰仁村にあるビーチになりますね。いやどうですかねこの海の透明度と色彩の豊かさ、まあほんとやばいですよね。まあ、行ったことある人ならね赤バカビーチが1位って聞いて、あやっぱりなーって思った人多いと思うんですよね、うん、沖縄マニアの人からはね誰にも教えたくないビーチってことでねよく名前が出てくるんですよね。まあそれぐらいね行った人の心を奪う美しさがあるビーチです。まあ、第2位でね紹介したザネン浜と一緒で崖の上からの景色が見れて、で下にねビーチが広がってます。僕的にはね崖の上からの景色っていうのはザネン浜の方が感動すると思うんですよ。でもね今回はビーチのランキングなのでね赤バカビーチを1位にしました。まあビーチだけならねここは文句なしでしょうね。でここ赤バカビーチのね特徴としてはシンプルにね県内最高峰のグラデーションの美しさと一面真っ白に広がる砂浜です。まあ、最初にね崖の上からの景色っていうのはザネン浜の方が感動するよって言ったんですけど、ザネン浜はね崖の高さもあるので綺麗さにまあ圧倒される感じなんですよね。でもここ赤若ビーチは高さはあまりない分ね結構近くに見れて海中にあるサンゴなんかが見えてくるんですよ。だから透明度の高さがねはっきりわかるんですよね。まあ透明度が高いっていうことで太陽光がサンゴに当たってね明るい海の色になっていくエメラルドグリーンの海はね、あのうちなんちが見てもね惚れ惚れする美しさなんですよね。まあ、上から見ているとねそのまま海に飛び込みたいやすさって思ってくる感じなんですが、なんといってもね僕が感動したのはねこの砂浜なんですよね。100カ所以上ビーチ回った中でもねここは手つかずだからなのか砂も一段とサラサラだし砂浜がほんと白いです。そしてその砂浜がねデージ広いんですよね。それがねザネン浜と全然違うところだと思いますね。というのはねこのね白い砂浜が一面に広がっていてもう自然のね開放感があるんですよ。下がってね海を見た時の白い砂浜とグラデーションになった海と青い空っていうのはねほんとやばいですからね。ここはだから見ているだけでも美しい景色だし泳いでいても気持ちいいし、そしてね波打ち際を散歩してても気持ちいいってね、もうここはねほんと言うことなしって感じなんですよ。だけどね意外にもここはほとんどの人が知らないんですよね。まあ隣にはね長浜ビーチがあったり北の部のビーチっていうのはねデージ綺麗なところいっぱいありますからね。でも僕はねここは別格だなってねビーチに入った瞬間思いました。あの崖の上からね見渡せて水平線には障害物が一切なくてね、あと海のグラデーションの美しさと真っ白な砂浜が広がるこの赤バカビーチはねまず間違いなくおすすめできます。まあね今帰仁村はね那覇からも遠いですけどね、ぜひね行ったことない人は一生に一度はね行ってみてほしいなと思います。まあ一回行ったらね誰にも教えたくないスポットになるはずですからね。はい、今回はね県内で僕がおすすめしたいビーチのランキングを紹介してきましたが、いかがだったでしょうかね。あのうちなんちでもね100カ所のビーチを回った人ってなかなかいないのでね、あのそれなりに比較ができていて今回おすすめしたビーチへ行けば間違いないのかなって僕的には思ってます。まあ5つね全て行ったことあるよっていう人はねあまりいないのかなと思いますので、ぜひね次行くビーチの参考にしてほしいなと思います。それではね、あの次の動画でまたお会いしましょう。